はい、皆さんこんばんは。火曜日の夜10時がやってまいりました。あなたとしおポエトリーウィズユーのお時間でございます。今日も一人で喋りたいと思います。今までの放送で何度か僕がある時期から詩人っていう風に名乗り始めてうんぬんかんぬんみたいなことをちょっと口にしたかと思います。今日はその実際に自分が詩人っていう風に名乗り始めるとどんなことが起きるのか、どんなことが起きたのかっていうことをちょっと話してみたいと思います。もちろんいろんな論争があると思いますけれども、例えばこうあれは詩じゃないとか、あんなのは詩人じゃないとか、それは認めないとか、そういういろいろなご意見、それから何でしょうね、お考えとかいろいろあると思いますけれども、それはまたちょっと今回のお話とはまたちょっと違うフェーズのお話かと思いますので、特にあれは詩じゃない、あれは詩だ論争っていうのに関してはちょっといろいろ僕も興味深いなと思っていることがあるので、次回以降にちょっと回を分けて独立して、話したいと思います。今日はあくまでその現象として自分が、詩人っていうことを名乗り始めたらどうなるかっていうようなお話です。はい、まず第一にもちろんどの詩人さんもその詩の世界だけで生きてるわけじゃないと思うんで、いろんな社会の中でそれぞれいろんな場所に行っていろんな風に生きてると思うんですけれども、僕もそうです。他の仕事も持っていますし、いろんなところに顔を出すんですけれども、大体ですね、初対面の人に必ず何なさってるんですかって言われて、詩人ですって言うと、あ、詩人っていう方に初めてお会いしましたっていうふうに大体みんな言われます。それが本当に会話の継ぎ本になることも多くて、詩人ってどういうことやってらっしゃるんですか、いや、カクカクシカジカこうですよ、うんぬんかんぬんみたいな話をよくして、だ単純にその会話のきっかけになるっていうようなことがすごく多いです。なんかね、話をいろんな方にやっぱりお話を聞いたり、僕自身も直接相談を受けたりしたこともあるんですけれども、詩人っていう、私は詩人です、詩を書いてますっていうと、なんか笑われたりバカにされたりすると、そういう事例をやっぱり耳にしたり、なんかすることがあります。ただ僕自身は一回もそういう目にあったことがなくて、で今はもちろんさっきも言ったように別の仕事もしてるんですけれども、その仕事先の人とかもすごく応援してくれるし、それでライブに来てくれたりする人とかもいっぱいいるし、なんか本当にそういう点では、今の仕事を始めた時も面接の時に最初に僕いきなり今月死ぬことでカナダに行かなきゃいけないから、その分休みをくれとか、そういう偉そうなことなんか言っちゃって、そんでもなんかこうちゃんとそういうこともやってくださったりして、僕は本当全然その詩人です、詩を書いてますっていうことで笑われたり、あ、ポエムっすかとか言われたこと全然ないんです。でもなんか話を聞いてるとやっぱりいろいろなところで、特にね若い女性の方っていうのはこうそういうふうに笑われたりマウントを取ってくるような人に会うことが多いっていうような傾向がどうもあるらしいということをやっぱり自分自身感じています。で、僕それには僕なりの解釈があります。僕がその詩人ですって言った時に、そのあんまりそういう笑われたりマウントを取られるようなことをされないっていうのは、単純にそういうふうに人の属性に対して初対面でいきなり笑ったりマウントを取ってきたりするような人っていうのは、言ってみたらその臆病で卑怯な人なんで、相手が男でしかもなんかこうからかったりしたら面倒くさいことをされそうな人間っていうのには、そういうことを言えないだけだっていうことが一つ大きい理由だと思います。そういう人っていうのは、その自分が要するに優位に立ちたいだけなんで、なんか言ったら怖い目に遭うかもしれない、下手すると引っ叩かれるかもしれないっていう恐怖があったら絶対言ってこないんです、 100% だから、そういう僕が単にそういう目に遭ったことがないっていうのは、そういうことを言いそうな人たち、言ってくるようなこうタイプの人たちにとって僕が面倒くさいっていうだけで、マウントを取られたりなんか笑われたりした経験がある人に対して僕の詩が優れてたり説得力があるっていうわけじゃないと僕は思ってます。だからそういう目にあったりした時っていうのは、
僕も本当どうし、そういう時って自分に引き換えたらどうしたらいいのかなと思うんですけど、やっぱりね、いろんなやり方があると思うんですよ。一つはもうそれはもう笑って流しちゃう。もう我慢する。で、あるいはもうなんか相手に怖い思いをさせる。まあ今の時代ですからね、暴力振るったりしたらすぐあれですけど、僕の知り合いが実際にやったのは、なんかそういうなんかこうポエムスカーとか言っていろいろ笑ってくる人たちに対して、後で酔っ払った時にね、飲んでる時に言ったんですって。私祖母が恐山のいた子なんですけど、なんか子供の頃から私がこいつ死ねって言うと本当に相手が死んじゃうことがあって、だから気をつけてるんですって、酔った時ボソッとその子が言ったんですって。そしたらなんかこう相手の男はそれでビビっちゃって、二度となんかこうからかったりしてこなくなったっていう、なんかそういうふうになんか考えてあれするのも一つの手だと思います。あともう一つはやっぱりその人間ってあまりにも堂々と言われると、多分その出鼻をくじかれて言えないんですよ。だから何してるの、何してるの、どうして教えてくんないの、どうして、あ、死なのとかなって出てくるのと、あ、死ですからってこっちから言われるのってやっぱ違うと思うんです。だからまあ一つの傾向として言うなら、こっちから背筋を伸ばして言ってた方がまあからかわれたりマウントを取られにくいのかもしれないとは思います。あと一方でそのまあずっと、まあ、死っていうのはもちろんその自分の内的な世界とその自分を取り巻く外の世界との接点の中に生まれるもんだと思うので、まあ、ずっと隠すのもあれだし、その自分がいろんな目に遭ってることをなんかことさらにこう表現していくっていうのもしだし、あるいは本当自分なりのこの考え方の中でどうやっても死は生まれると思うんで、対応の仕方っていうのは本当人それぞれ千差万別あると思います。ただ本当一つ言えるのは、もう最初初対面でそうやってね、なんか変なこと言ってくるようなやつっていうのは全然大したやつじゃないんで、あんま気にしないっていうか、こいつはなんか本当僕ね、たまにそういうなんか、まあ、本当なんかかわいそうなだっていうふうに思いますよね。必ずそういうことって自分に返ってくると思うし、自分より強い人には何も言えなくて弱い人にしか言えないとしたら、なんと寂しい人生だろうなと思います。だそのなんか寂しい人生の中に何かを感じて死にしちゃうっていうのもまあ一つありかもしれません。もちろんそう自分に実害があったらまあ話は別ですけど、まあ、そんなふうにまあそういう経験をするしないっていうことで言うと、もう一つ言うと僕はたまたま周りの人にすごい恵まれてるっていうか、単純になんかいい人が多いんですよね、周りにね。僕の周りにいる層の人っていうのは、まあ、身内を別にすると大体3つのそのクラスターっていうか層があって、まあ、死とかやってる人、死の世界の周りにいる人、それからまあ僕生き物の仕事してるんで、生き物のに関わる仕事したり趣味が生き物な人、あるいはまあ僕は趣味が空手なんで、その空手とかやってる人、まあ、そういう人たちなんですよね。でその中で言うと、まあ、もちろん詩人が詩をバカにするっていうのはあんまり、まあ、普通はまあね、内毛みたいなことでもなければないですし、生き物の世界とか空手の世界にいる人っていうのは基本的には自分の好きなことを一生懸命やってる人なんで、あんまりこう他人に対してこう他人が一生懸命やって好きでやってることに対してガチャガチャ言ってきたりはしないんですね。でそういうことで言うと、たまたま僕は恵まれたところにいるのかなっていうふうにも思います。でまあさっき言ったように、その自分が詩人ですって名乗った時に、まあ、身も蓋もない言い方なんですけど、僕にとってはそういうことをその肩書きを名乗って、その肩書きでいろんな人と関わるっていうことは、正直言っていいことづくめでした。自分が詩をやってるっていうことで嫌な目に遭ったことっていうのが、僕この放送を始める前に一応思い返してみたんですけど、全然っていうか、こう、まあ、もちろんその詩の中、その自分、まあ、もちろん詩書くのも結構大変ですし、いろんなそれぞれの現場とかそれぞれの仕事の中でこういろいろ、もちろんまあ大変だったり厳しいことってのはありますけど、
自分が詩をやってるっていうこと、それ自体、単純にそれ自体のために、対世間で嫌な思いをしたことっていうのが、もう昨日いくら考えてもなかったんですね。それが会話の始めになるし、で、詩人だっていうことで、こう、仕事をいただいてることっていうのも、まあ日常的にあるし、何よりもまずその、みんなその詩人っていうものにあんまり会ったことも見たこともないんで、大体、だからその自分が詩人ですって言った時に、こう、まあ変な話ですけど、まあ別にこれ僕嘘をつくとか吹かすとかそういうことじゃなくて、自分を基準に見てくれちゃうんですよ。だから僕がこうなんですよって言って、みんな、あ、そういうものですかっていうふうに割となっていくことっていうのがすごい多くて、で、なんだろう、僕本当に自分が詩人っていうふうに、まあ、名乗る時はある程度腹を決めたり考えたりしましたけど、その前はいろんなことを、まあいろんな肩書きを自分の中でこうひね名刺に書いたり人に言ったりしてたけど、なんかね、どっかその前に名乗ってた、例えば文筆家朗読家とか名乗ったりしてましたけど、そういうのっていうのはやっぱどっか自分の、逆にそっちの方に自分の中に、なんかこうそういうのを人前で言うことに対する、こう自分の中の腹の決まってなさとか、ある種の後ろめたさみたいのがあったと思ってて、自分は詩人ですってこうはっきり言うようになってからの方が、こうそれを人前で言うことに対して自分がすっきりするっていう面もあると思うんです。本当に詩人ですっていうことで、いろんな、まあさっき本当詩人ですっていうことで嫌な思いしたことない、世間に嫌な思いさせられたことがほとんどないって言いましたけど、詩人ですっていうことでいい思いをしたっていうのはすごくありますね、正直言って。なんかいつも思うんですけど、まあ僕は本当に、まあもう45ですし、まあなんか例えば、まあ運動神経とか勉強頭とかも、まあ本当すごい人っていうのはいっぱいいるんで、自分は全然そういう才能とか、なんか才、なんだろう、勇気とか知恵とか才能とか、なんかそういうのって割とね、僕全部二流以下の人間だって、これは自分で思ってるんじゃなくて分かるんですね。で、ただ全部二流以下の人間であっても、なんか自分でなんか好きなことを一生懸命やって、いろんなことを考えて、その時その時でその目の前に向かっていけば、その才能のある人間だとか、勇気のある人間だとか、そういう人たちに対して、互角に、勝つことはできなくても互角に戦うことってのは絶対できると思うんです。なんか僕は自分がその詩をやることで、改めてそういうのを学ばせてもらったと思ってます。だからそうですね、心からやっぱり詩っていうものに感謝してますし、これからも、ま、頑張っていきたいと思ってますね。そういうわけで、今日は、うんこの詩を読んでお別れしたいと思います。こんな悲しい日にという詩です。こんな悲しい日にね、うんこが出たの。ニュルニュル出たの。ブリブリ出たの。私の中からニュルニュルブリブリ出ていったの。私ね、腸の働きがいいからいつも他の人よりたくさんうんこするの。こんな悲しい日なのに、焦げ茶色をして手首の一番細いところくらいの太さのうんこがニュルニュルブリブリ出ていったの。こんなに悲しい日なのに、お腹がギューッとなって、それからぐるんぐるんってなって、トイレに駆け込んだら、うんこが私の中から
出て行ったの。うんこをしてたらね、また悲しくなってきちゃったの。いつか私にもね、人生で最後のうんこをする日が来るんだろうと思ったの。だから行ってしまったあの人もきっといつかのどこかで最後のうんこをしたんだろうと思ったの。最後のお散歩をしたり、最後のご飯を食べたり、最後にキスをしたのと同じように、その時これが最後のうんこになるんだってあの人は知っていたかなって思ったの。私、自分の股の間から便器の中のうんこを覗いたの。私の中から出て行って二度と帰らないうんこ。うんこは焦げ茶色で太くて長くてすごく立派だったの。もうね、名前をつけてあげたくなるくらい。私、レバーをぐーっと上げてうんこをジョバーって流したの。うんこはジョバーって流れていったの。それを見てたらね、すごく悲しくなっちゃったの。とっても悲しくなっちゃったの。あんまり悲しかったから私、お尻拭くの忘れちゃった。ありがとうございました。こんな悲しい日にという詩でした。来週また火曜日の22時にお会いしましょう。ありがとうございました。